キラノとジョンです。今回ナビ VS HSTE スポーツというクランの対戦ですね。これね、久しぶりなんですけど。世界大会でもらったクラクラのパーカーです。なんかね、意外とあったかい。くっそ派手なんだけどね。一回ね、世界選手権の時にね、実際に着てて裏にバーバリアンがどでかく書いてあるやつを見せたと思うんですけど、それですね。というわけでね、早速やっていきたいと思います。はい、というわけで先行はナビの方から最強の一番で、イーカス51天才ですね。ちょっとやっぱね、OBS とあれの調子が悪くてですね。ゲーム音がすごいずれて聞こえる。まあ、もともとね、僕、OBS そもそもあれだったんで、音聞こえない環境でやってたんですけど、一時期なんか聞こえることもあって、聞いてたんですよ。それがないのはすごい違和感だな。実際なんだろう。配信、とか録画してる状況だと音がずれちゃうんですよね。僕が聞いてる音は全くずれてないのに、なんか配信で聞くとなんか音ずれてるってなっちゃうっていうね、そういう現象が起きてまして、ちょっと直せたらいいなと思うんですけど、なんかその日によって変わるから、まあ聞こえるときは僕も聞きながらやるって感じなんですけど、僕は今日聞こえないのでこういう感じでやっていきます。キングでタウンホールを狙いつつ、これはジャイアント3体でマルチアッチャーターのタゲを分散して受けたいっていう感じですね。ジャイアント5体目来た、すげえな。ジャイアントラッシュで、まあ、とりあえず2体は最低使っとけば、おー、ロイちゃんそっから登場っすね。スケルトンを置きつつ、まあ、援軍結構被りそうなのと、タウンポイズも食らいそうなので、ちょっと、すごいとこから突っ込んでったなって印象なんですけど、まあ、この先の、このマルチ IT とモノリスのところを折ることを目的としたロイヤルチャンピオンですね。ここはディギーではなくてスピリットフォックスがついてることによって、まあこういった強気のプランもしやすいっていうところかな。まあ、隠れてくれるおかげでね。うん、っていうのとインビジブルもしっかり自前で持ち合わせてるところ。反対サイドはシューター持っている。これすごいね。結構強気に見えたんだけど、強いな。あー、テスラによって投石にバルーンが向かわない形を取られてトームが切れますが、まあそれでも十分いい形になりましたね。で、裏側の方はクイーンがクローク使った上でヒーラーが出てくる。これスーサイド系の戦術においてヒーラー結構強いっすよね。結構ね、僕このヒーラーの評価上がってますね。さあ、なんとフリーズ3発、セイスト1発残って、余裕の全開だね。えぐ。ピーカスってやっぱ最強やな、最強すぎるな。一番手でこのクオリティ常に出してんのマジで最強だな。ピーカスガチで最強。最強最強。本当にすごいと思う。マジでうまいよな。さあ、対戦相手は天才のルートライダー編成ですね。突撃艦タウンホールへ、インビジブルタワーもあるんですけど、ここはフリーズをかけつつ、まあ、先に掘ろうという形ですかね。はい。まあ、最近インビジブルタワーがね、タウンホールと隣接で置かれることも多くて、まあ理由の一つに、キングのね、ジャイアントガントレットが強すぎるっていうところですね。まあ、タウンホールを狙おうとすると、インビジブルタワーが隠してくれてっていうのが、まあキング対策としてインビジブルタワーをね、タウンホールの近くに置くっていうのがあるんですけども、まあその結果、ちょっとレイジタワーの採用率結構落ちてますよね。レイジタワーよりもこういったインビジブルとか、結構ポイズンタワー2発型の配置も結構増えた印象はありますね。ベビードラサイドカット。これはね、欲を言うとね、アイゴル3体が全部溶け切った後に出したいですね。そうすると、ここ、クイーンがベビードラによって守られるんですよね。なので、このベビーはね、無駄だしですね。まあ、一応ゴーレムに統一のタゲを取りたかったっていうのはあるかもしれない。さあ、ウォールブレイカーは届いていって、2発目も、うん、まあ、大きく穴を開けていって、反対サイドルートライダー一気の展開。うまいね。シュート綺麗。ストライカー投げたいかな。うん、投げましたね。若干左に寄ってほしいんだけど。おお、ヒーリングトームだ。ああ、これめっちゃいいヒーリングトーム入ったな。めっちゃ強いな、この輪っか。ウォーデンの動き方がめっちゃいい。そしてキングの方もフィスト使って伸びていきつつ。もうね、地味にレベルが上がったゴーレムさんもね、ミニゴレがね、ゴレマイトの方が4体出現するというところで結構強いんですよね。ああ、いいウォールブレイク。終点まで穴が開きつつ、クイーンは記録持って最終点、ルートライダーも大きく進んでいきますね。まあ、こういったところでヒーラーが出ると強いかどうかっていうことを考えていくべきなんだけど、まあ、強いは強いよね。まあ、ただ、どうなん、まあ、強いは強いか。あと、ユニコーンみたいになんかパッシブで回復つくもんね、あれ確か。うん。いや、うまいね。
強いね、ルートライダーが炸裂しまして、ルートライダー自体もたくさん残りつつ、ロイヤルチャンピオン、やっぱり、あ、ギギギはおでんだね。スピリットフォックスいいな。ちょっと俺もレベル上げないとな。買いたいな、スピリットフォックス。ガチで強い。いいな。さあ、カズマくん、珍しいっすね。51、結構51の天才が最近はよく見るかもしれない。ネクロがまだ新レベルじゃないというところで、51天才からのおでひスタートですね。おでひのルートライダーのいいところは、まあ、ジャンプをいらないっていう形で何度も言ってるんですけども、これが強いですね。で、スニーゴブカットからのシューター。これはテスラチェックも加味したものかな。うん、反対サイドもスニーゴブ通して、これはテスラチェック用っぽいっすね。こういったところもね、いろんなユニット使い分けてやっていくのがいいですね。まあ、ゴブリンとかもね、配置によっては、テスラチェックに採用すると刺さることもあるので。さあ、スケルトンの呪文を置いてモノリスのターゲットを取りつつ、これルートライダーがね、ここ穴開けてくれることで、まあ3時の角から入らんくてもクイーンが入れることができ、クイーンをね入れることができるっていうのが強いですね。シュータールートも強いと。いや、援軍釣られてしっかり外周部削れたことによって、まあルートライダーちょっと二手に分かれちゃいましたが、内側入る方も穴を開けてくれたので、まあまあまあって感じ。まあ、外周流れたら流れたで強いからね。外周に流れたら強いことをスーパーネクロで僕たちは知っているので。さあ、ここはエアスイーパーをフリーズかけることでヒーラーをしっかり前に保ちたいというところですかね。一旦フリーズ入れつつ、ここでトームを入れていきます。まあ、ルートライダーの HP 結構減ってきたの見えてたんですね。しっかりここはフリーズ使うことで、ルートライダーの、まあ、ターゲット管理をしっかりね、クイーンに入らない形をずっと取りつつ、外周部はキングの方を走らせて、まあ、キングネクロで削ることで、どん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 内側へ、クイーンの方のクロークは出ますね。出ましたが、タウンホールまでの穴開けをやってくれているので、戻ってほしいが、なかなか戻らない。あとはロイヤルチャンピオンが手元にあるので、ここどこから出すかも結構大事になってきましたね。タウンホールの方をレイジ一発とこのエレクトロタイタンで落とせるのかってところですが、これは裏からロイちゃん9時展開。タウンホールの方には一応タイタンヒーラー届いたんで、レイジ打ったらワンチャンかもしんないけど、ここはもうロイちゃんの方にレイジ打ちましたね。ちょっとレイジ外れちゃってるのがもったいない感じにはなってるけど、クイーンも軽く触りつつ、シューターの中身はスパガゴ出てきて、援軍はスパガゴですね。で、ロイ、おーブーメランだけど落ちましたと。まあ、タイタンレイジでも良さそうではあったところでしたかね。二択。じゃない旋回。ちょっとね、どうなるかわかんないところだったね。さあ、ここもルートライダー。クイヒーのルートライダーですね。音がないと、実況してる側もちょっと難しいんですけど。これは何を、クイさんのカットを目指したものだったの。ちょっとターゲットが被ったので、ロイちゃんの処理はできませんでしたね。シューターを生かすためにみたいな感じだったと思うんですけど、普通にボムタワー潰してからやればよくねっていう話で、それをしないで最初にやることのメリットとしては、クイヒーと同時に目が見えないよっていうことですね。これ、ちょっとウォールブレイカーのね、あれも入らなかったんで、クイーン少し膨らんで、インビジブルで隠すことで戻していく。これやんなきゃ怪しかったかもしれないですね。うん。フォーミングチェックバルーンもここはインビジブルタワーで崩されて、まあ12時のダミー壁につけたかったと思うんですが、ちょっとうまくいってないですね。でここでロイちゃんに当てられちゃうから、ここのキャンプとかにね、ここでようやくバルキリーとか使ってもよかったんじゃないかなって感じなんですけども、まあ、結構、そうするとまあ投石とかのスプラッシュダメージとかも入るし、みたいな感じなのかな。外周部でそうね、あ、ベビードラッシュ処理で行きましたね。うん、ちょっとロイちゃんの人には手間取りましたが、ワン、おー、ベビドラ偉い。しかもこれイーグルのターゲットも引きつけているという神ムーブ。さあ、3時2時の方からここはルートライダー1機の発進キングまで入れて、ちょっとフィスト早めに使わされちゃったんでね。伸びは良くなりそうですが、ポイズンタワーはクイーンの方でヒット。ただこれトームが入るね。うわー。ヒーラーまで入った上でヒーリングトーム。このヒーリングトーム強いっすね。うん、ルートライダーが穴を開けてくれて、ここはアイゴレと当たるんですが、ここはレイジもかけていきます。援軍からはイエティ登場。なんと難しい展開になってますね。3時のガーゴイルめっちゃいいかなって感じ。
ですね。めっちゃいいね、このガゴ。あ、テスラ生えてくんだ。テスラが生えたので、このガーゴイルはめっちゃ良くなくなりました。まあ、そこそこ強いガーゴイルになったかな。で、クイーンとロイヤルチャンピオンが一応能力を残してて、スケルトンはもう早めに6時起きましたね、ここは。まあ、キングのターゲットをスケルトンで収め続けるっていうところ。で、ロイヤルチャンピオンの勝利にストライカーめっちゃ使っちゃったんで、ここキングに対するストライカーがないのも結構辛いっすね。さあ、うまいことなんか6時のアーチャーでロイちゃんにターゲットが入らないようにね、アーチャーターのターゲットをブラッシュに行きました。まあ、こういうとこディギーじゃなくてスピリットフォックスの強いとこだよね。今ターゲット一瞬ロイちゃんとかにね、入りかねないような感じでもあったので。うん、あとはぐるぐる回していって時間との勝負。ロイちゃんはまだ能力残している。ここでブーメラン解放して一気を大砲まで削れていく。ディギーまでついて強い。ロイちゃんこれ強いね。オーデンディギーもね、結構盾としてスピリット、じゃねえや、なんだこいつ、ルートライダーが強すぎるからさ、ディギーも行きやすいんだけど間に合わない。シンプルに食い火やりながらやってれば間に合ったかなって感じではありましたかね。さあ、今日はジーマ、クラスかな、ガクかな、誰だろう、誰かがいないんだね。食い火のルートライダー7体編成はかなり多めです。ウォールブレーカーから入ってスニゴブ、反対サイドもスニゴブを置いた瞬間にテスラが5本見えました。さあ、クイヒーからのキング、キング、なるほど、タウンクイヒーからの宝石区画にキングを入れてジャンプ、おお、ウォールブレーカーしつつジャンプ入れていくんだ、面白い。どういった意図だそれは。スニゴブカットするのか。じゃあ多分ダクタンあたりをスニゴブでカットするためにウォールブレーカー穴開けしつつ、ま、ジャンプでここを入れていこうっていうプランなんじゃないかなと思います。ちょっとテスラが生えちゃったんでめんどくさいなって感じはあるかもしれないんですけど、キングの方はもうこれ強いですね。めっちゃ強い。投石対1クロスまで折り切りつつ、まあ、スニゴブカットしないんですね。1クロスを先に降りたいのか。このジャンプなんだ、これ穴開けだけでも一応できるはできるからね。まあ、ターンホールのこの後力じゃなくてジャンプに乗って右に飛んでほしいみたいなことはあるのかな。落とします。ここでマルチャ1に飛んでほしいっていうのが望みなのかな。インビジブル左にかけるとかすんの、しない、まあ、どうなんだろうね。ちょっとこのジャンプ深いな。ジャンプじゃなくてなんかインビジブルで左サイド隠して確実にこの穴毛から入れるみたいなやり方もある中で、まあ操作難易度簡単にするために呪文の方はジャンプ1枚で締め切りましたって感じなのかな。結構最近ルートライダーヒール型も多いですね。ヒーリングトーム型結構やってる人多いなって感じ。タンクイヒーの仕事量としてなんだろう、これはタウン周りを削ればよかったっていうプランなのか、まあほんと踏み込んでここまでもなんかかけてるから奥踏み込んで欲しそうではあるんだけど、ちょっとわかんないですね。これに関してはなかなか面白いジャンプかなって感じです。まあ、ただクイーンの方も結構外周部の方に伸びつつ、これはドリル採用なのでドリルもどれほど伸びるか結構大事になってきますね。ちょっと削れてどんどん溶けては来てしまっているんですけど、レイジが1枚、フリーズが1枚、あとインビジブル、インビジブルじゃない、ストライカー4枚、ここから登場。フリーズをかけつつレイジ乗っけて、ここはロイヤルチャンピオンの処理を一気にズドドドドンと4体のストライカーで処理を行っていきます。さあ結構回収ユニット手元に残しているので、あとは時間との勝負、いいタイミングで出していきたい。ガーゴイルがパラパラ飛んできました。裏はもうそっちは取らないんだね。で、ここでスニゴブ召喚しつつ、ウィズ回収。ロイヤルチャンピオン年目ができるかどうかみたいな感じだったので、強いっすね。さあ、ここはしっかり全開取り切って、カオス。今日はガクがいないみたいですね。さあ、クイヒルトライダー。まあ、この編成は多いっすね。スニゴブ8体編成で、まあ、これもインビジブルターがタウンホール周り、まあ、タウンキングをある程度対策しつつみたいなところですかね。あ、いいジャイストライカー、このジャイストライカーうまいね。ターゲットがかなり温されつつ、突撃艦もしっかり入って、それマルチアーチャーターのところまで届きつつ、いい突撃エティで援軍も釣り出しつつ
初動のプランニングは完璧にこなせてるのかなって感じですね。でここから大量のスニゴブによってサイドカットをきっちり入れていくことでクイーンをこの6時の区画にまずは入れていきたいっていう形ですね。まあ、そこからウォールブレーカー投げして、まあ、正面から入るのではなく横のところからねクイヒーを入れていきたい感じ。ここはそうですね、ヒーラーまで凍ってしまうので一度ここはフリーズをお互いにかけつつ、いいウォールブレーカー、うーん完璧、6時に入れたこの角度から入りたいっていうところと、ホーミングチェックのバルもしっかり通していいターンクイヒーですね。横から入るの結構難しいけど理想形は組める形なので、さあここ大工を打ったことで反応インビジブルだな、被っちゃったので結構これはタウンポイズも受けつつの処理になるのは結構しんどい感じになりそうですが、どうでしょう。逆サイドの方はもうルートライダー展開しています。マルチ IT も3連打っていうところで、これはもうやっぱヒーリングトーム派かな。うん、ヒーリングトームが結構ルートライダー編成もなんか、おすげえウォーデンのドームすごいね、知らなかったな。でロイヤルチャンピオンをしっかり、これまあどの編成クイヒーのスーパーホグの時とかもそうだったんですけど、スーパーホグ自体を誘導するのはまあもちろん大事なんですけど、ロイヤルチャンピオンをこういった中心部のマルチ IT 区画まで持っていけるかっていうのも地味にねスーパーホグ編成の時から大事だったプランニングの要素で、しっかりね外周部のボイスに連れないで真ん中にロイちゃんをぶち込む、これクイヒーラバルとかでも同じなんですけど、この中心の大事なところにロイちゃんをぶち込む角度から投げていくっていうのがね、まあ、簡単そうに適当に投げてるけど、まあ、一応意識しなきゃいけないところ、まあ、外周部に流れないように出しつつっていうようなことですね。どっちかっていうと、なんだろう、そこは意識してやるっていうよりは、まあ、意識はするんだけど、まあ、無意識の方うちにやらなきゃいけないことかなと思います。さあ星361天才ヒーリングトームの代わりにヒールが入っているという形ですね。ポイズンターが2つの代わりにここはシングル IT が3本という、まあ、結構珍しいというか久しぶりに見た形ですかね。シングル3本って15の時にはどうだったかな、あんまなかった印象だし、16でもまだ見たことないレベルだけど、ちょくちょく採用も上がるのかな、どうなんだろう。ここはクイーンシングルなんだ、マルチあっちゃったわ、あ通っていきましてキングを、なるほど、1クロス担当させるっていうイメージですね。クイーンのためにキングで第1クロスを取るっていうのは結構星さんの考え方のあれに結構出てきます。さあこれはキングの方がちょっとジャイ、あーよかった戻ってくれた。キングが動きすぎるとね、クイーンが若干逆走しかねないのでちょっと怖い動き方しましたが。いや、フィスト強すぎでしょ、それ。あ、テスラまで折れる、それ。神最強。そのフィスト強いな。ジャイアントガントレット、えぐい伸びしてます。3時に入れただけで6時まで消えました。で、タウンホールまでしっかりクロークで落とし切りつつ、宝石触れちゃいそう、それ。うんよー。イーグルワンチャン。イーグルワンチャンあるな、これ。てか、タウン裏にイーグル投石あるの結構珍しいな、この位置。すごいね。折れましたね。クイーンが無双してます。ただ無双しすぎた結果、ここはアイゴレも連れてしまいましたが、まあ、ここは初手トーム。まあもう範囲ダメージの防衛施設がもう初手のこの投石区画と、まあ中心のマルチアーチャータワー。で、このマルチアーチャータワーの方はトームが打ってないので赤枠固められるとバルーンが結構落ちちゃうっていうところで、ここはヒール採用ですね。まあ、ここでの事故を防いでしまえば、あとはもう単体の防衛施設しか残ってないので、もう関係なく勝手に数で押せるでしょっていうところ。で、とどめのロイちゃんプラスのドリルがえぐいですね、これ。予選スピリットフォックスついてるので定期的にロイヤルチャンピオンはメンテナンスが入ります。気づけばもう圧倒的なバルーンの量とロイヤルチャンピオンはブーメランを残しつつ、ドリルもまだ残ってるってことでしょ、これ。兵器なしでこれ組めちゃうってことだよ。ぶっちゃけドリルいらんかったじゃん、こんなんもはや。強いね。やっぱ今の環境はやっぱヒーローが強いっていうところが相対的に言えるので、まあ、そのヒーローをどうやってうまいこと使えるかっていうところなんだけど、それに関してはね、イーカスと星さんが相当強いですね。まあ、クラスとかもね、得意なところではあるんだけど、やっぱその辺の圧倒的なあれが、なんか、対戦相手と比べると圧倒的に違うよね。マジで強いわ。ここはスーパーガーゴイル、花火ですね。
クローンもあるんですけど、バルーンが増えないようにちょっとコントロールしてたのかな。まあ、どうしてもバルーンが入っちゃいそうなので、もうここはガーゴール、インビジブルギリギリ。タウンホール狙っていきたいんですけど、そうですね、タウンホールを打っていきつつ、モノリスとか、まあ、自分の足元のところもしっかり壊せて、援軍に関しては全部釣れてはいないんですけど、まあ、空に反応するものだけが釣れました。結構この入りするときって、3時からか、うん、3時からね、ドラゴンでやることが結構多かったりするんですけども、こういうのもルートライダーでやっちゃうっていうね。それで成り立つのかな？ボールブレイカーも投げてる。キングも投げてる？すごいな。ルートライダーとキング同時に同じ場所から出してる。これ出し間違えたのかな？いや、でもタイタンぶち込んでるもんね。援軍ケアもしっかり考えつつの。面白いね。キングを一緒にルートライダーと入れていくことで穴開けしてくれるルートライダーの穴開けの部分も活かしていこうって感じかな。ただちょっとウォーデンの動きがキングとかロイちゃんにも釣られてしまうというところ。ちゃんは3時から来ましたね。ロイちゃんは出してなかったのか、まあ、早めに出しすぎちゃうと、ね、走りすぎちゃうっていうところだったのかな。クイーンまで合流して内側入っちゃいましたね。ちょっとこれは過剰かな。内側がバランス的にはサイドにも行ってほしかったところ。うん、12時もクイーンが回ってるとね、外周部回らず綺麗に進むかなってところでありましたが、まあシンプルに4ヒーローダイブはね、どの戦術においても強いからね。ロイヤルチャンピオンはターゲットが一瞬入ったけど、ここで隠れ、ディギーが止めて、ロイヤルチャンピオンは勝手に隠れて、キングクイーンは外周部、ここでまた、すごい強いなこれ。ウィザードまだ4体もいるやん。外周の方も綺麗に外周部削り続ければ。ロイヤルチャンピオンブーメラン、ここはディギーが投石を固めつつ、ちょっとここはフォックスがね、長弾大砲にやられたかな。キングが内側入ってほしいんだけど、ここもなかなか合流できず、フリーズかけてここはルートライダーの延命の方を優先していきます。キングもクイーンも能力まだ残してますね。外周部大きく削っていって、さあここでフィスト発進、まあ、結構時間を意識したこれは展開に見えますね。うん、テスラまでここは折り切りつつ、あとはシングル IT のターゲットを取られているので、これはフェニックスだよね。ここは対空砲を狙いに行きますが、そのタイミングでターゲットは変わってしまう。クイーンはクローク使う。余力的には十分あるんですけど、このリクスケ強いな。このリクスケ絶望だね。97%。こういうのももうあれなんだ。おーっと、なんかまた変なことやってんな。18体のバルキリーとヒーラーが2体いて、ゴーレム。まあちょっと戦術名はめちゃくちゃ。バルキリーラッシュ。スケルトン・インビジブル・コウモリなのか、まあコウモリ4発どっかで、初手で。まあなんだこのクエイク2枚は。ウッドランチャーも使うのか。おお、専用これ削れたら、それやばいな。やば、中心部全部吹き飛びプランだ。えぐ、終わりです、こんなん。こんなんバルキリーじゃなくても何だって取れるって、もう、こんなんできたらもう、残りのユニット大体賄えちゃうよね。すご。グランジョーとマルチャリティ2本いった、長弾大砲2本いった。エイジタワーは回稼働してて、タイチクロスは4本残ってる。まあなんかが飛びましたと、すごいことになってます。でゴーレムでタンクさせて、ここは見習いオーデンつけることで HP を爆増、そしてウォールブレーカーからのウッドランチャーレッツゴー。クエイクもう1枚持ってきてますね。でここ壁に穴を開けておくことで、ウッドランチャーの穴開けの方もしっかり届くようにすると。で、外周部バルキリー流し。これはまあ、スーパーバーバリアンとやってることは、まあ、ほとんど一緒ですかね。まあ、スーパーバーバリアンよりも HP が高いってですかね。しっかり穴開けの方がウッドランチャーでできて、うん、リクスケはタイタン。しっかり戻っていってほしい。ナイストーム。左も右も分かれるタイミング。オーデンのね、輪っかから外れるタイミングが一番トームとしては、全ユニット守れるのでいいんですけど、今の完璧でしたね。で、外周部はバルキリーを使って、まあ、ちょこちょこ削りつつ、キングの方はタウンホール届けて、まあ、ヒーラーはまあ、もともと2体だったんで、まあ、そんなに痛手ではないんですが、解けていきましたと。まあ、2体のヒーラーでも十分こうして仕事ができるのが分かりました。あ、スーパーバルキリーのレイジ落っこちましたね、今。中身はスーパーバルキリーがランチャーの中に入ってたんですね。
で、まだロイヤルチャンピオンが能力残って、クイーンも能力残って、あとはバルキリーちょこちょこめちゃくちゃだもん。こんなん最強すぎるって。誰が対策できんのそんな攻めっていう話なんですけども。余裕すぎるな。圧倒的。最強だな、このクラン。最強のやつしかおらんやん。ナイス展開。はい、というわけでね、終わりました。15対12、パーフェクトゲームということでね。攻めの内容的にもすごい、もうマジでパーフェクトすぎましたね。めっちゃうまかったし、ありえないぐらい強かったね。個人能力として一人一人がマジでハイレベル、全員が世界トップを狙えるレベルっていうところで、ここにまだガクがいるからね。時間勝負とかなんか相当な事故が起きたりとかしない限りはもう、これはもう、負ける気しないですね。安定感半端ないし、個人の技術力はね、もう当然、ウルトラハイレベルなので、まあ、ピーカスの加入でも間違いない日本世界一であると相当自信持って外からですが評価できるクランになりましたね。はい、というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。